あると仮定すると説明が、容易な多数の実験の存在を根拠にした仮説である。ニュートンが、自身の講演や著書、プリンキピア及び、工学の中で17世紀頃に提唱した仮説で、光の持ついくつかの性質は、光が粒子であるとするとうまく説明できることから、光の本質は粒子であるとするものであり、少し前に提唱された。 ホイフェンスによる光の波動説と対立するものであった。19世紀に入ると様々な実験結果より光は波動であるとする説が有力になり、粒子説はほとんど変え見られないようになった。しかし、1887年にヘルツが波動説では説明のつかない光電効果を発見したことに加え、20世紀に入ると1900年のプランクによる エネルギー量子化説を用いた国体副社の説明や1905年のアインシュタインによる高量子化説による高電効果の説明及び1923年のコンプトンによるコンプトン産卵の説明など粒子説の復活とも言えるような粒子的な性質が次々と示された。最終的にこうし、さらには量子という名で呼ばれることになった多くの粒子や波動は 粒子と波動の二重性を持つものであるという結論が量子力学によりもたらされた。いわゆる隠れた変数理論の否定により素朴な粒子が本質で何らかの理由でそこに波動性が見えているというように考えることはできないが、いくつか提案のある確率過程量子化は量子の確率的な振る舞いについて確率過程として形式化するもので、 粒子モデルと言えなくもない。ありがとうございます。